こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、アマゾン輸出は飽和しているかということについてお話します。アマゾン輸出初心者の3つの悩みですね。1番、アマゾン輸出は飽和しているので、儲かる商品が見つからない。2番、儲かる商品は見つかる。しかし、すぐに価格競争になって、寿命が短くなっている。3番、以前は儲かったけど、最近売上が落ちてきていると。この3つのね、ご質問結構あります。質問もありますし、ブログ情報発信等でね、こういうことを発信している人も見かけます。で、確かに以前に比べれば、こういった傾向はあると思います。でね、儲かる商品が見つかっていると、あるいは以前儲かった商品があるならですね、eBay や独自ショップで販売するということでも、ある程度対策は可能です。まだまだ儲かると。でもね、それ以前にもっと本質的な問題として、商品知識が足りない場合が多いというのをね、見落としているというか、気づかないでいる方がいるんで、再確認です。これね、今まで、他の転売に比べて、Amazon 輸出というのはあまりにも簡単に儲かりました。仕入れもせずに適当に商品乗っけときゃね、差額のある商品が売れたりとか、日本のアマゾンで買ってただアメリカのアマゾンに入れれば、2倍、3倍で売れる商品がボロボロあるとかね、あるいは100円ショップ行って、その商品を送ればね、100円で買ったものが3000円で売れるとか、そういうのがポロポロありました。それが、そこまではボロ儲けじゃなくて、普通の転売よりはまだまだ、簡単に儲かるんですけど、ただ徐々に難易度は上がっているというのは言えます。ただね、他の転売よりはやっぱり、儲けやすいですし、転売アカデミーのサポートを受けて素直に実践している人は稼げてます。30日で5000ドル、4400ドル、8900ドルというようなね、報告をいただいてます。もっと上の報告ももっと下の報告もあるんですけど、月、10万から、30万稼ぐのにね、やたら大変だとかいう市場では全然ないです。これどういうことかというとですね、よくね、いろんな物事の例えに出てきますけど、この氷山の一角という話があります。氷山というのはね、この地表に見えてる部分、海面上に見えてる部分より、下がはるかにでかいというのが、常識というか、こういうふうに氷山ってのはできてます。で、海に浮かんだ氷山をね、輸出して儲かる商品だとすると、今までのアマゾン輸出ってのはね、本当に、やってる人もまだ少なかったし、日本の商品ってのは非常に人気があるんで、この見えてる部分の本当に上っ面の部分、ね、ツールで探せる部分とか、ね、アマゾンとアマゾンを比べるだけ、日本はアマゾンとアメリカアマゾンを比べるだけで、儲かる商品がどんどん見つかったと。ね、これだけを普通に出してれば年間1000万以上楽に稼げた。ね、中にはね、年間1000万どころか月間1000万稼いでる人もいたと。やってたことはね、ツール使って出してるとか、もう本当に片っ端からね、商品をリアル店舗で買い集めてそれを送ってるだけとか、そういう荒っぽいやり方でも全然普通に稼げました。それが今はですね、この見えてる部分だけは、多少やる人増えてきてますんでね、見えてる部分は誰にでも見えてると。もうちょっとね、下にある部分まで掘り下げていかないと、稼ぎにくくなってる。ね、商品を見つけて、入れるだけ、後の創意工夫ってのはほとんどできないのがね、Amazon の特徴なんで、この見つける部分を工夫しないといけないと。上に見えてる部分だけでね、売って儲けようとしたら、出品がめんどくさい eBay とかね、あるいは出品も集客も、梱包も発送も、全てやんなきゃいけない、独自ショップとか、やるしかないです。そうやって稼いでる人もでもたくさんいます。しかし、Amazon 輸出でもですね、日本に住んでる限りは、この浅い部分の商品なんていうのは、ちょっと視線を変えたりね、あるいはリアル店舗に行って、ある程度コツを覚えれば、簡単に見つかります。それで、普通に1万ドル以上、毎月、売ってる方も、転売アカデミーの会員さんでは、ゴロゴロいます。ところが、下手にね、この部分だけやって稼げたんで、商品知識をね、あまり増やしてない方が結構いらっしゃいます。それでもね、目標額は儲かってるうちはまだ全然いいんですけど、儲かんなくなってきた場合、やるべきことは、ここの商品だけでね、いかに Amazon で売るか、
それはね、Amazon という選択肢、商品を見つけるだけでカタログ作るとかね、梱包発送とか、まあ、そういうのが面倒だという方は、もうこの部分だけで勝負するのは正直、苦しくなってきてます。だからね、もうちょっと深い部分まで、商品を見つけるやり方。一番簡単なのはね、まめにリアル店舗行くことですね。をやっていただくと。まめにリアル店舗行って、こういう商品買いましたとかね、こういう商品買いましょうか。そういう相談をしておいていただければ、十分目標額までは稼いでいただくことができます。現に、まめにリアル店舗に行っていただいて、補充はリアル店舗プラスネットショップでやってると。まあ、私が常々言ってるやり方で、商品相談なんかも、まめにやってる方で、儲かんなくなりましたと言ってる方はいらっしゃいません。寿命が短くなったというのは聞きますけどね。寿命短くなったらまた次の商品をいくらでもあるんで探せば済むことなんで、Amazon が厳しくなった云々ではなくてですね、今の Amazon に見合う商品知識がまだないんだなという方向で考えていただいて、商品探しに注力していただいた方が Amazon 輸出は稼ぎやすいです。で、その商品探しをね、どういうふうにして探すか、この商品はどうだとかね、こういう商品は扱うと、儲けにくいとか、まあ、そういうのはね、私がサポートしてますんで、お気軽にどんどんご質問ください。まだまだ、背取りやね、輸入ビジネス、アフィリエイトなどに比べれば、稼げるのに必要なスキルも時間もはるかに少なくて済みます。まあ、イメージとしてはね、Amazon 室今までここだけで稼げてたと。で、まあ、国内転売とかが、まあ、今まででこの辺まで必要だったと。すると、今やね、競争が激化してて、国内転売はね、もうこのかなり深いところまで商品見つけないと厳しくなってきている。ところが、Amazon 室はね、見えないこの辺の部分を見つける形であれば、まあ、少なくとも月10万とかね、あるいは30万、まあ、商品知識と資金力とかね、使える時間によりますけど、まあ、そのぐらいのお金を稼ぐんであれば、まあ、全然やっぱり一番簡単な方法には違いはありませんので、Amazon がどうこうというよりはね、商品知識を鍛えると、商品知識をどうやって身につけるか、ね、どうやって商品探すかという方向でサポートをお使いいただくと、稼ぎやすいですし、ホリデーシーズンの儲けも加速するかなと思いますので、そんな形で商品探しのご質問、またお待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。